皆さんこんにちは、フォーチュンカウンセラーのサラです。今日もカムアンタロットでリーディングしていきます。今日のテーマは訳あり恋愛です。いつも、チャンネル登録とかグッドボタンいただいて本当にありがとうございます。もうそれだけが励みで頑張れます。なのでまだチャンネル登録をしていただいてない方、ぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいなと思いますし、コメントもいただけたらとっても嬉しいです。ということで今日は、訳あり恋愛ということなんですね。訳あり恋愛でもいろいろありますよね。不倫とか年の差とか、家柄、遠距離、いろんな訳あり恋愛があります。これにね、当てはまる方たくさんいるかなと思います。今まで私がね、対面セッションしてきた中でもやっぱり多かったです。でそういう方はね、なかなかその自分の悩みを初めに言ってこないんですよね。今日何が聞きたいですかって言っても、違うテーマをちょっと言って、私の様子を探るんでしょうね、きっとね。探りながら、この先生に言っても大丈夫なのかなっていうようなね感じで、探ってきて、で30分40分喋って、ようやく実は私不倫してるんですっていうね。いや、もうもっと早く言えばよかったのにってね、私はいつも思うんですよ。訳あり恋愛が悪いとか、今のこの風潮はね、言うと叩かれるっていうようになってるけれど、人を好きになるって私はいいと思うんです。もうそれは自由だと思う。だからその相手に家庭があるとかね、障害があるとか年の差があるとか周りの反対があるとかいろいろあるかもしれないけど、人を好きになれる、人を愛せるっていうことって尊いと思いません？私はもうそのね、人を愛せることができることがね、やっぱり結果よりもね大事だと思います。なので今そういう、訳あり恋愛されている方、ぜひ今日しっかり見てね、励みになればいいなって思います。では、今日使う、タロットはもちろんいつものカムアンタロット、これですね。でカムアンタロットの後にオラクルカードからアドバイスとしてメッセージをお伝えしたいと思います。今日使うオラクルカードはクイーンムーンオラクルです。ぜひ、最後まで見ていただけたら嬉しいなって思います。ではここに3つのボトルがありますね。緑、紫、ピンク。なのでこの3つのボトルから1つ選んでくださいね。では、緑のボトルを選んだ方からリーディングしていきます。さっきも言いましたけどね、人を愛するっていうことはとっても素晴らしいと思います。なのでもう結果がどうであれね、愛するっていう感情が湧くっていうことは本当に胸がね苦しくなるようなね、なかなかね経験できないことだと思うのでね、どん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 人を愛していったらいいと思います。では見ていきますね。はい、緑の方のタロットリーディングはルマット、ね、過去現在未来に向けて、ルマットが未来に向かっていってるカード、そして現在は節制のカードで、未来がこの13のカードになってます。だけどこのルマットっていうのは自由気ままに進んでいくっていうカードになるんですね。だからあなたの気持ちをそのまんましっかりと持ったまんま自由に進んでいくことによって、あなた自身も癒されるし、おそらくお相手の方、どんな訳があるかわからないけれども、相手との関係はとてもいいと思います。ただこの先ね、もっともっとね、あなた自身が欲を出すっていうか、もっといい関係になりたいとか、
相手の家庭を壊してまでとか、相手の周りの家族に迷惑をかけてまでとか、そういうふうに思ってしまうと問題になるんじゃないかなって思います。で、それを思わないようにすれば、あなたが今、訳あり恋愛をしているとしても、この最後のね、恋人のカードがある出てるってことは、いい関係を保っていけるっていうことになります。なので、今のまんま、あまりその周りに迷惑をかけようとか、かけてまでとか、周りの家族を壊してまでとか、周りのご両親、相手の方の親のことも考えない、自分の親のことも考えないとか、その自己中になってしまうことによって、あまり良くない結果になるかもしれないので、そういうところをしっかりと抑えて、今の関係を続けていけば、いい関係は持てるんじゃないかなとは思いますね。この今ね、この訳あり恋愛されてるかもしれないけど、うまくいってると思うんですよ。で、私がやっぱり強調したいのはこのカードなんですね。このカードがこう、なんていうのかな、過去で見てて、自分たちのそのうまくいってる関係性を邪魔する人たちに対するこう憎悪とかね、悪意とか、そういうものを持ってしまうことが心配なんですよ。で、もしそういうものを持たなければ、もしかしたら結婚するとこまでね、行くかもしれないんです。だから、この緑のボトルを選んだ方に言いたいのは、自分のことだけじゃなくって、やっぱり周りのことも考えていく、そのおおらかな気持ちを持つことで、お相手の方もあなたの本当に優しさとかを認めて、あ、この人だったら、ね、結婚してもいいなって思ってくれるんじゃないかなっていう、そんな気がします。どうでしょうか。はい、では次はオラクルカードのメッセージで、あなたへのアドバイスをお伝えしたいと思います。はい、緑のボトルを選んだ方へのアドバイスのオラクルカードは、美しさということになります、ね、美しさってなんだろう。これ、私は今このね、タロットカードを引いて思ったのは、やっぱりその人に対して憎悪な気持ちを持つとか、そういうことをしない方がいいよっていうことを言ってくれてるのかなって思います。ここに、ね、出てるこの花の美しさとか、そういうもの、私なんかね、これお花なんだけど、画面で見ると目と口のように見えるんですよ。すごく綺麗なね、美しい女性の顔に見えるんで、やっぱりこういう心も美しく常に保っていくことが、やっぱりあなたに対してのいい運勢とか、いいものを引き寄せるんじゃないかなって思うんですね。だから、このタロットで出たこの人に対してのその憎しみとか、人に迷惑をかけてまでとか、そういうことを思わなければいいっていうのは、オラクルカードのこのメッセージからも伝わるように、心も美しく、日々綺麗なものを見て、綺麗な心を持って過ごしていくことが、あなたにとっても幸せを運んでくれるんじゃないかなって、そんな気がします。どうでしょうか。次は紫のボトルを選んだ方のリーディングしていきます、ね、美しい心いいですね。相田光雄の言葉にね、美しいものを美しいと思える、あなたの心が美しいっていう言葉があるんですけど、私もう本当大好きで、結局ね、美しい心がなければものを美しく見れないんですよね。大事なことです。では、紫のボトルの人見ていきますね。
紫のボトルを選んだ方へのタロットリーディングはこうなりました。これはね、もしかして、不倫の方もそうだけど、ちょっとね、もともとは悪くないんですよ、この関係はね。過去で現在がその過去を見てるっていうことは、過去に戻りたいと思ってるのか、なんかこう積極的に行けないのか、もしかしたらこれお相手の方なのかもしれないけど、ちょっと積極的に行けなくって、やっぱり、家庭の方を見てるのかなっていう気がするのね。でこれを言うならば、不倫、年の差、家柄、遠距離っていろいろとその訳あり恋愛ってあると思うけど、私はこれはね、ちょっと家庭とか、家柄、不倫、そういう類の人の方がちょっと当てはまりやすいのかなっていう気がするんですけど、今その相手の方はちょっと積極的じゃない、消極的になっているのかなって思います。でこれから先どうなっていくかって見ていくと、接戦のカードからつながっていくカードがとても多いんですよ。でカムアンタロットのリーディングでカードの枚数が多くなるっていうのは、やっぱりね、問題が多いっていうことにつながっていきます。でしかもね、ここに男性、この相手の方かなと思われるルマットの上に出たのが奇跡、力のカードなんですよ。もしかしたらあなたが強すぎるのかなっていう気もするんですね。だから強すぎることによって相手の方は癒されない思いがあって、どうしても家庭の方に気持ちがいってしまってるっていうような、そんな感じがするんですね。そしてその後ずっとこの先を見ていくと、カードがたくさん出ていってて、結果的にあなた自身がもうなんか、なんだろう、いろいろと経験してきたことを学びにして、もしかしたらもうこの関係を清算しようというところにつながっていくのかなっていう気がするんですね。この人、相手の方、あなた自身がちょっとね、強すぎる傾向があるのかなって思うので、ずっとこの先いろんなカードがね、たくさん出てて問題が多いカードになってるんだけど、あなたがそのことに気づいて学ぶことによって、自分自身のその強さ、なんて言うんだろう、相手の方に対する負担になるようなね、強さを削ぎ落としていくこと、自分がね変わっていくことによってね、本当にその最終的にうまくいく可能性はあるのかなって思うんですね。だけどあなた自身がもう私は私だからってね、そういうふうにしてしまうと、やっぱり相手の方もね、疲れていく可能性もあると思うし、あなた自身がそういうことを学ぶこと、考えて学んでちょっと変わっていくことで、すごい可能性のあるカードになっていくんじゃないかなって思いますね。では次に紫のボトルを選んだ方へのオラクルカードからのアドバイスメッセージをお伝えしますね。オラクルカードはこちらです。はい、紫のボトルを選んだ方へのオラクルカードのアドバイスメッセージは成長です。今ね、タロットカードでも言いましたけど、あなた自身が変化していくことで本当に相手との関係がね、うまくいくかもしれないって言いましたよね。このカードはまさにそれを表しています。成長していくことっていうのは、人にとってね、やっぱり自分を変えるってすごくね、苦痛を伴うことなんですよ。だけどその苦痛を伴って乗り越えていった時に、本当にね、違う自分に出会えて、あ、頑張ってきてよかったな、変化してよかったな、変われてよかったなって思った時には、いい結果がやっぱり引き寄せられます。なのでこのオラクルカードの成長というメッセージを胸に刻んで、自分自身が、あ、どうなのかなって振り返ってみて、変わっていく、もっともっと大人になっていこうとか、成長しようとかっていうふうに気持ちを切り替えて頑張ってみてもらったらいかがでしょうか。
では次、ピンクの方のタロットリーディングしていきますね。はい、見ていきます。おいい関係か、うん、はい、ちょっとカードの枚数多くなりましたけど、うん、なんかねこの1枚目の太陽のカードが出た時にあすごくいい関係なのかなって思ったんですよ。でいい関係プラス現在ちょっとそのお相手の方のお仕事忙しいのかなとか思いながら、まあ、先未来を見ていったんですけど、未来のカード的に言うとすごくお互いが、主張してる人なのかなって思ったりしますね。で、あなたが消極的なのが問題なのかもしれないし、相手の方はもっとこうグイグイと来てほしいと思ってるのかなっていう気もするんですね。で、相手の方がうん、なんだろう、これこのカードだけ見るとあなたも消極的だし、相手の方もグイグイ来てほしいけども自分からグイグイ行くタイプじゃないっていうか、お互いがグイグイ行かないことが結果的にこの 結婚とかいい結果とかそういうことに結びつくことを阻んでるのかなっていう、あなた自身が消極的、相手の方も消極的だけど、相手の方はもしかしたら結婚したいとかそういうふうに思ってるんじゃないかなって出てるのね、このカードが、世界のカードが出てて。だけどその相手の方のこう行こうと思った時に、あなた自身がもしかしたらここぞという時に止まってしまってるのかな、止めてしまってるのかな、これは正しいのかどうかっていう判断をやりしかねてて、うん、もしかしたら相手の人の気持ちは高ぶってるんだけど、あなた自身がいろんなことを考えてすごく真面目なあなたは本当にこの先、このまま進めていっていいのかなとか、そういうふうに考えてしまってちょっと周りを見て停滞してしまってるところがあるのかなっていう気がするんですよね。これはでもちょっとね、本当にこの相手の方とうまくやっていきたいとかゴールインまでしていきたいとか思う気持ちがあるなら、あなた自身がもっと積極的にその相手の方を信じてみたらどうかなっていう、そんな気がしますね。なんかあなた自身がすごく消極的なのと、まあ、相手の方もちょっと消極的なのかもしれないけれど、あなた自身がこの、まあ、正義のカードが反対向いてるっていうところで、ちょっと法律的に問題のある恋愛をしてるのかなっていう、そんな気がしますね。で、とってもあなたは真面目だからそういうことをしてはいけないんじゃないかとかっていうことで今すごく滞ってしまってる、なんか先へ進めないのかなっていう、そんな気がするんですね。だけど私が思うには、相手の方は結婚したいと思ってると思うんですよ、うん、だから法的なこととか、はっきり言うと不倫とかね、家柄は関係ないか、年の差とかね、いろんなことであなた自身は不安に思ってなかなかちょっと先へ進めないなって思ってるかもしれないけど、相手の方が結婚したいと思ってくれてるならば、もうこのまんまいい関係を続けていって相手の方を信頼して、ゴールインまで
行ってもいいんじゃないかなっていう、そんな気がします。いかがでしょうか。では、ピンクのボトルを選んだ方へのオラクルカードのアドバイスメッセージをお伝えしますね。はい、オラクルカードのメッセージはこちらです。はい、ピンクのボトルを選んだ方へのオラクルカードのメッセージは知恵のカードになります。知恵っていうのはやっぱりこう学んで自分で蓄積していくこと、要は経験に基づくことが全部ね知恵になっていくと思います。先ほど私がタロットカードでね、あなたはとっても真面目で、まあおそらく勉強家で、なんかこう法に触れることとか、そのみんなから認められないことはしちゃいけないんじゃないかとか、すごく消極的になってるのかなって思いましたが、やっぱりこの知恵のカードを見てもそうですが、あの経験してきたことによってあなた自身が学んできたこと、これはその要は法律だけで解決できない、何でもかんでも杓子定規にこれはダメだこれはどうだっていうような考え方を捨てていくことが大事なのかなっていう気がしますね。要は自分が経験してきたことで自分自身がどれだけの知恵を持ってね生きてきたか、そういうことを、その自分の知識とか経験してきたことを信じていくことがあなたにとって今必要なことなのかなって思います。なので、さっきも言いましたが、相手の方がもしゴールインしたいと思っているならば、あなたはあなたが経験してきたことをすべて自分の、教科書通りのことを考える必要がなくって、あなたの感覚で相手の方を信頼してついていってみたらいかがでしょうか。どうでしょうか。